梅干しとダイヤモンドニンニクのサワー。いただきます。めっちゃニンニク。いただきます。はいどうも、ゆみちゃんのゆみです。さあ今回はいよいよ北海道初のニンニク専門居酒屋に潜入していきます。決してこの可愛いワンちゃんたちを食べるわけではありません。っていうかこのワンちゃん可愛すぎません？いやーちょっとね、ガラクで美味しいスープカレーを食べた直後だったので、ちょっとね、街中をブラブラして腹ごなしをしていたところ、たぬき工事3丁目にあるペットスーパーワン札幌店さんで、とんでもなく可愛いワンちゃんたちに出会ってしまい、ついついカメラを回し始めてしまいました。ペットショップの店員さんって、こんな可愛い子たちとね、毎日一緒にいれて、すごい幸せな仕事だろうなぁとは思うんですけど、まあ、実際問題ね、このワンちゃんたちもいずれ誰かの手には渡るわけじゃないですか。まあそう考えるとね、いいことばかりではないのかなぁとか思っちゃうんですけど、でも、やっぱ、羨ましいですよね。って違う違う。今回は、ニンニク専門店に行く動画でしょうが。はい、というわけでね、たぬき工事1丁目に戻ってきました。すっかりね、夜も更けましたね。というわけで途中にあるラーメン屋にも目もくれ、まあちょっと気になってるけど、まあ目もくれず、さあさあやってまいりました。こちらが今回紹介するお店、ニンニク酒造さんです。ニンニク酒造さんはお昼はどさんこニンニク専門店、夜は酒パブとして営業していて、昼は文字通り北海道で栽培されたニンニクを使った商品が買えるお取り寄せニンニクセレクトショップ、夜はニンニクおつまみの立ち飲みバーとなっております。いや前からね、実家に帰ったら絶対行こうと思ってたんで、ドキがムネムネしますね。ゆみチャンネル。それでは早速メニューの方を見ていきましょう。いやもうね、見事なぐらいニンニクを使ったメニューしかないです。唯一ね、一番左上にある北海道一美味しい夜市の梅干しっていうのがニンニクを使ってないメニューになりますね。あとはもう本当に全部ニンニク、ガーリック、黒ニンニク、これぞまさにニンニク三昧。ニンニク中毒にとってはたまらない空間ですね。そしてこちらが飲み物のメニューになります。結構ね、日本酒にもこだわってるみたいでしたよ。で、瓶ビールはもちろん札幌クラシック、ウイスキーも各種揃っていて、そしてこちらダイヤモンドニンニクブラッディメアリー、そして余一さん梅干しとダイヤモンドニンニクのサワー。いやまさかニンニクを使ったお酒があるとは思わなかった。これは飲むしかないでしょう。他にも焼酎各種、濁り梅酒、レモンサワー、リンゴサワーなんかがあったり、ソフトドリンクにはね、北海道コーン茶とか月ごぼう茶、ラベンダーティー、小豆美人茶なんかがあるので、お酒を飲まない方でも楽しめると思います。こちらが余一のニンニク使ったサワーです。あ、ありがとうございます。あ、すいません、ありがとうございます。こちらお通しがですね、こういうものを使っておりまして、へぇー、十勝清水のニンニク使ったトカリットというお菓子で、へぇー、ちょっと失礼ですか。私、ちなみに余一さん梅干しとダイヤモンドニンニクのサワー頼みました。へぇー、どんな梅干し混ぜ。では、余一さん梅干しとダイヤモンドニンニクのサワー、いただきます。めっちゃニンニクだ、すげえ。すごい、ニンニクのサワーって初めて飲んだ。なんか新感覚すぎる。面白いこれ。すごい、ニンニクもだけど梅もうめえ。じゃあお通しいただきます。お酒飲みな
だからスタミナつく感じするわ。マジでめちゃめちゃニンニク効いてて梅も美味しい。そうなんです。こちらのニンニク酒造さん、お昼はお取り寄せニンニクセレクトショップとして営業しているので、こういったニンニクを使った商品を購入することができます。もちろん夜の居酒屋営業の時間でも購入することができるんですけど、ここに並んでる商品を使ったメニューなんかもあるので、実際にね食べてみて気に入った商品を購入するのもいいと思います。というのもこの後出てくるんですが、この日食べた中でねすごく気に入ったものがあったので、一つだけねお土産で買っちゃいました。お待たせしました。こちらですね、ダイヤモンドニンニクという、はい、自社で育ててるニンニクを使ったものなんですけど、結構かき混ぜて、わかりました、はい、そうなんです。こちらのニンニク酒造さんで使われているニンニクは、北海道美瑛町のオーガニック農園アライファームさんが農薬化学肥料を使わず愛情を込めて育てているニンニクで、栽培するのにとても手間暇がかかるらしくて、少量生産でとても希少性の高いニンニクなんですよ。その名もダイヤモンドニンニク。この後ダイヤモンドニンニクを使った料理をいくつかいただいていくんですが、ダイヤモンドニンニクめちゃくちゃうまいです。すいません、カツオのたたきとおろしダイヤモンドニンニクもらっていいですか？かしこまりました。混ぜます。まずはダイヤモンドニンニクの塩キャベツ。ニンニクが、ほらここにめっちゃニンニクが、ニンニク、ダイヤモンドニンニク、いただきます。これはいいおつまみですね。ニンニク効いてる、ニンニク効いてる。塩キャベツ食べてからの、今多分すっげーニンニク臭いこれ。こちらが国産のたたきと和菓子ダイヤモンドニンニクでございます。こちらの釣り金にございますのがダイヤモンドニンニク、はい、こちらがですね、自家製の羅臼昆布をつけて作った醤油でございます。こちらをつけて、こっち薬味、はいはい、であのお刺身食べるみたいな感じでお召し上がりください。わかりました、ありがとうございます。ゆみチャンネル。じゃあダイヤモンドニンニクプラッティマメアリーを。プラッティメアリー、はい、こちらプラッティメアリーです。ニンニクを好きそうだったんで、ニンニク忍ばせておきました。マジですか、はい、ありがとうございます。探してみてください。すごいね、あれかな。マジか、これっぽいよね。これニンニク、これニンニクっぽい。じゃあダイヤモンドニンニクブラッティメアリー、いただきます。美味しい。ニンニク探そう。そのニンニクなんですけど、はい、あの召し上がりいただくのはあのお任せするんですけど、はいはい、ちょっと辛いですね。あ、そうなんですね、なるほど。はい、あ、また渋くてちょっと辛いですね。はい、チャレンジしてみてください。わかりました。ニンニク好きな人絶対はい、失礼します。へぇ、わかりました。ニンニクちょっと後でいただこう。たまにニンニク以外のものも食べてますけど、ほぼニンニクが何かしら入ってるものを食べてます。うわー、美味しそう。いやー、俺もめっちゃニンニク好きなんですよね。そうでしょうね。この動画上がるの楽しみになってます。なるはやで。そうそう、
せていただきます。うん。うん。うん。お。まあでも結構きますよ。うん、はい、まあまあ辛い。まあまあ辛いけど全然いけるレベル。そうですね、うん、はい、めちゃくちゃ多分好きな方やったら、うん、結構そのまま食べちゃうと思う。うん、美味しい。ちょっと大人な苦味のある。ああ、そうですね、はい、うん、美味しい。うん、うまっ。今改めて調べてたんですけど、結構貴重なニンニクなんですね。そうですね、貴重というか、はい、そちらで作っているものなので、どっか大きく食べて治療してるわけじゃないと思う。それは僕もちょっと勉強不足なんですけど、はい、一粒結構大きいし、で香りも結構するし、あと何よりすごいなと思ったのが、いっぱい食べたの次の日あんまり匂わないんですよね。へー、そうなんですね。いや、これね、嘘かと思われるかもしれないんですけど、次の日起きてみてびっくり。本当にね、全然ニンニク臭くなかった。いや、これにはね、本当に驚きましたね。ダイヤモンドニンニク、恐るべし。家で持ち帰って、一房ぐらい食べた気があったんですよ。はいはいはい。串焼きとかにして食べたんですけど、次の日全然気持ち悪くなかった。これはなかなか体感したことない。だいたい臭い。今年が確か7月か6月ぐらいにまた新しく入荷するので、またぜひその時に通販だけで買ってください。わかりました。ありがとうございます。塩キャベツラストです。全然取ってない。泡ゼロ。それではこちら10対0ですね。いただきます。やっぱクラシック。丁寧に注げばいいってわけではないです。もう一回。あ、いい、もう一回いいですよ。飲み切ったね。嫁が7対3チャレンジをしたいらしいです。いいですよ。受けて立ちましょう。本当にニンニクのおかげでむちゃくちゃ元気なんだけど、すべての体力が今回復したわ。じゃあ嫁の7対3チャレンジリベンジです。9対1ですね。いただきます。あ、ありがとうございます。こちらがスパラとダイヤモンドニンニクのマヨネーズです。こちらがですね、ここ使っておりますもので、ダイヤモンドニンニクっていうのを使った当店オリジナルのものです。はい、めっちゃ美味しそう。これはうまそう。こんなんだってビールに合わないわけがねえですからね。じゃあアスパラをダイヤモンドニンニクマヨネーズにディップしていただきます。あそこに売ってました。買って帰ろう。めっちゃうまい。マジで。
4月25とかぐらいが満開みたいな。めっちゃ綺麗ですね、見るのは。これが経験の里芋だ。ゆみチャンネル。じゃあすいません、お会計。はい、かしこまりました、ありがとうございます。あ、すいません、このニンニクマヨネーズもらっていいですか。はい、かしこまりました。これ美味しいわ。